笑ってよ僕のために。僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔がつくのなら僕はピエロになれるよ。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために。同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山を、それぞれの高さ目指して、継がずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔がピエロになろう。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために。はい、ありがとうございます。道化師のその人という曲からね、スタートさせていただきましたが、ノブと言います。こちら初めてをしていただきましたね。初めてというか、先月ここに来かけたという話が、そうやったわ。一部で、笑っていらっしゃる方ありますが、はい、そうなんです。呼ばれて、でてっきりね、2月のこことね、1月のところとね、僕同じ場所だとか思っててね、勘違いしましてね、こちらの方に来かけてたんですよ。来る途中で、恵子さんから電話が入ってきて、どこにいるって、もうそこまで来てたっていうね、本当に、僕は神戸に住んでおりましてですね、ここまで来るのに、普通にしててもだいたい約3時間かかるんですよね。JR でうまいこと言ったら、まあ2時間40分ぐらいかな、そのぐらいで来るんですけれどもね。そこから改めて移動するのに、ここまで来てましたからね、その回改めて移動するのにさらに2時間かかりましたんで、トータル5時間かけて来たというね、でもうそういうネタになってしまったなと思ったら、
ね、恵子さんとトロさんがその日の、夕方きっちりネタにされてたというね、僕の知らないところでネタにされてたということがねありましたけどね。はい、まあ主に、いろんな僕はいろんなことやってるんですけども、今日もサダでお願いしますって言いましたので、主にサダでという形で、今僕は実は音楽活動の大半は、ハワイアンなんですよね。ハワイアンバンドでギターとボーカルやってますんで、まあ、いろんな場所で演奏させていただいてるんですけども、今日はなんかね、やっぱり先ほどね、ひじさんもおっしゃってましたけど、こういうね、ところで演奏するって僕も久しぶりなんですよ。大体隅々まで見えるところで演奏することが多いんで、ですのでね、ちょっと緊張しております、柄にもなく。はい、大きいステージって言ったらね、まあ、そこそこハワイアンのステージだったらこうパッと見て1000人ぐらいいるようなところとかね、ホールだったら、ハワイアンだったらという条件付きですけど、奈良の100年記念館で演奏させてもらったりとかね、そんなのしてるんですけど、それと同じくらいに緊張してるんじゃないかなと、思ったりなんかしますね。はい、ではまあ、主にサダということで、まあ、というか全部サダです今日はね。はい、それでいいのよ。もうそれでいいって言われてますからね。はい、それでいきましょう。はい、ですね、まあ、サダさんのファンの方はご存知と思うんですけど、サダさんは長崎の出身ということでね、長崎のことを歌った歌がたくさんあるんですけども、長崎と、僕が今住んでる神戸というところがなかなか雰囲気が似てるもんですから、サダさんが、長崎の歌として作った曲を、僕は神戸をイメージして歌ったりなんかしております。坂のある町という曲をやってみたいと思います。Thank you.
はい、ありがとうございました。魚アレンジ結構やりました。先ほど、慎太郎さんが喋りてどうのこうのっていう話は、まあ僕もね、結構よくステージで喋るんですよ。で、30分っていうステージはなかなか大変なんですよね。なんせさださん曲長い、はい、プラス喋るということになるとですね、僕も4曲できるか5曲できるかっていうのがもうギリギリの線なんですね。大体そんな感じなんですけども、あとね、今2曲やりましたから、なんとかあと3曲頑張ってみたいなと思ってるわけですけれども、なので、次の曲と、3曲目と4曲目は続けてやろうと思っております。ちょっとやかましい歌を2曲続けます。曲、この次の曲はですね、飛び夢っていう曲をやろうと思います。飛び夢はですね、太宰府天満宮の、曲なんですけれども、まあ、僕は、福岡の、実は福岡の出身なんで子供の頃からいつも行ってたところなんですけども、その福岡の、飛び夢伝説ですね、梅の木が、太宰府天満宮のその、に流された菅原道真の後を追って、一人のうちに飛んできたっていうね、飛び夢伝説と、それからよくあるカップルのお話ですね。誰々とあそこに遊びに行ったりするとね、別れるんだよっていうようなね、そういう、伝説ですね、よく言われる、その2つの伝説が合わさったものが飛び夢という曲になっております。そしてその後、せっかく奈良に来ましたので、シュニエという曲をやってみたいなと思っております。2曲、ちょっとやかましい曲が続きますけど、お聴きください。信じていくための三つの赤い橋は、一つ目が過去で、二つ目が今、三つ目の橋で君が転びそうになった時、初めて君の手に触れた僕の指、手を合わせた後で君はみくじを引いて、大吉が出るまでともう一度引き直したね。上り詰めたら後は下るしかないと、下るしかないと気づかなかった。裏庭を抜けて、お石の茶屋へ寄って、君が一つ、僕が半分、梅がえ、餅を食べた。来年も二人で、来れるといいのにねと、僕の声に、られなかった。時間という木の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中なため君、あなたがもしも遠くへ行ってしまったら、私も一人で飛んでいくと言った。
さむの弥生三月花まだき君の肩に貼られる答弁つばきここは東大寺足早に行く人が来る誰となくつぶやく南関で思いから名残行き君の手はすでに凍り尽くしておりその心ゆらりよそにありもはや2月号天も焦げよと松明を炎を見上げつつなぜ君は泣く雪のように火の粉が降る陰揺れる君の横顔燃える燃える燃えるも大麻燃えるね次で最後の曲にしたいなと思っておりますが、最後の曲はですね、皆さんにもちょっとねお手伝いしてもらいながら、にぎやかに明るく楽しく、終わりたいなと思っております。はい、佐田さんファンの方ね、あの曲春爛漫という曲をやろうと思っております。ご存知でしょうか。ご存知でしょうか。春爛漫という曲です。はい、ご存知ない方も、サビの部分がとっても簡単なので皆さんでご唱和をお願いしたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。こんな感じの曲です。ほら桜が咲いた咲いた咲いたほら桜が咲いた幸せ色にって簡単でしょ。
わかります、わかりました、わかりましたね。はい、そしたらですね、この曲がで、このフレーズが出てきましたら皆さんもう一緒にね、元気に歌っていただけたらと思います。それでは、手拍子足拍子何していただいても結構ですね。最後にわーっと盛り上がって終わりましょう。では春らんまんです。頑張ったってできないこともあるよね。何回やってもダメなことも、完璧だと思ったのに相手が上だった。外れ首ばかり引いてるようで、何小さな外れは当たりの貯金、いつかはどう当たり。そう、例えばあなたに出会えたように、大切なあなたに大当たり。ほら桜が咲いた咲いた咲いた、ほら桜が咲いた幸せ色に。頑張ったふりしてサボったこともあるよね。どうせどうにもならない気がして、でも絶対諦めちゃダメ。季節が巡るように春が来る。何小さな外れは当たりの貯金、いつかはどんと当たり。世の中それほど悪くはないさ、あなたに出会えた大当たり。ほら桜が咲いた咲いた咲いた、ほら桜が咲いた幸せ色に。外れは当たりの貯金、いつかはどんと当たり。人生ダメでも元々じゃないか、季節は巡る運も巡る。ほら桜が咲いた咲いた咲いた、ほら桜が咲いた幸せ色に。桜が咲いた咲いた咲いた、ほら咲いた。